シャルル9世はバルア朝第十二代フランス王。父はアンリ2世、母はカトリーヌ・ド・メデシスで、フランソは2世の弟、アンリ3世の兄である。幼少の頃結核にかかり、病弱であった。創生した兄フランソは2世を継いで10歳で即位した。ものの、実権は母妃であるカトリーヌに握られていた。プロテスタントであるコリニー・テイを登用し、 父以上に仕立っていたが、1572年のサンバルテルミの虐殺でコリニーは暗殺され、シャルルはそのショックに耐えきれず、全員殺せと叫んでいたと伝えられている。黒幕は母カトリーヌであるとされたが、実際に虐殺の命令を出したのはギーズコアンリとも言われる。この事件で寿命を縮めたのか、2年後の1574年5月30日に、 シャルル9世は死去した。1570年に神聖ローマ皇帝マクシメリアン2世の娘エリザベートと結婚し、サンバルテルミの虐殺と同じ1572年に一人娘マリー・エリザベートが生まれたが5歳で養成している。また、1573年に愛人マリートゥシェとの間に諸子シャルルが生まれた。 シャルルは、ルイ13世の治世中の1619年、アングレーム校に上された。ありがとうございます。